んにちは。始まりました、川西美希です。今回は30歳独身女、出会いを本気でものにする2020年秋メイク、マスク想定で目元重点課金をテーマにメイクしてみました。ちょっと秋っぽい色だったりとか、マスクを取ってもチークが取れてないような、リップが取れてないようなものを使ってメイクしたので、ぜひ最後までチェックしてみてください。それでは川西チャンネル始まるよ。はい、ということで早速メイクやっていきたいと思います。でスキンケア結構しっかりとして、顔のむくみが気になったので朝風呂で汗かいて、その後に EMS みたいなやつで首と顔を流しました。私が持ってるのは業務用なんですけど、田中みな実さんとかが使っているこの美顔器で首とかやっても結構スッキリ流れるからおすすめ。美顔器はね、メイク前とかにするとやっぱり流れますよね。あと朝の炭酸パックとか結構血行良くなるからおすすめです。でメイクする前、私朝はねクリームつけないで、なるべく軽めの乳液でさっぱりさせて、でティッシュオフします。その方が顔に油分が残ってなくてよれにくくなる。でもこれからの時期はちょっと乾燥するから油分が多くても大丈夫かも。はい、で今日使う下地、ちょっとね今日これから撮影があるので鼻周り絶対によれさせたくないから、ソフィーナのプリマビスタ皮脂崩れ防止化粧下地 EX を鼻周りだけに塗っていきます。これ今年の夏使おうと思って結局使わなかったから、もう秋ですけども使います。で今日のメイクのタイトルが、出会いを本気でものにする2020年秋なんですけども、そもそもどこで出会うんだっていう話なんですけど、やっぱり外出る時ってマスクしてるから、今回使うコスメプチプラとデパコス混ざっているんですけど、目元をキラキラさせてここから男を掴んでいこうっていう発想で今回はメイク進めていきます。鼻周りだけプリマのブラック使ったら、その他の部分にサナ毛穴パテ職人毛穴崩れ防止下地を使っていきます。これも結構よれにくくはあるんですけど、やっぱブラックに比べるとよれの効果は違うかなと思います。これはね乾燥そこまでしないで、だけどよれを防いでくれる感じなので、資生肌さんじゃなくっても程よく使えるようなよれ防止の下地かなと思います。そう、今日前髪クリップ、なんていうんだこれ、タキシード仮面みたいな、そんな名前のサンリオのねやつつけてるんですけど、これ去年の TWICE の韓国のサイン会に行った時に、その会のサイン会にミナちゃんがいなかったんですね。でミナちゃんメンバーとかねファンの方からペンギンって言われてるんですけど、そのサイン会の時にメンバー全員がこの前髪クリップをこういうところだったり、あと髪の毛のどこかにつけてたりとか、自分の身近につけてたの。ナヨンさんにジャパニーズアミューズメントみたいなサンリオの遊園地みたいな感じなのをね伝えたくて、以後イルボのアミューズメントみたいなって言ったら、ミナって言われて、そういうことだったのねって言って、ちょっと泣きそうになりました。はい、でベース全体塗り終えたので、次はファンデーション。ここ最近ずっと同じの使ってたんですけど、最近はこちらランコムのタンイドルウルトラクッションコンパクト PO の03番です。でこれファンの方からいただいたんですけど、ここに名前が入れれるらしくて、ミキって入ってるんですよ。めちゃくちゃ可愛い、愛のあるプレゼント、ありがとうございます。でこれファンの方からいただいたんですけど、色味がねめちゃくちゃ私に合っていて、首とか腕がね結構黄みが強いので、それにすごい合ってて、めちゃくちゃ使いやすいです。で過去にも私ランコムのクッションファンで使ってたことあったんですけど、カバー力結構しっかりあるので使いやすいっていうのと、あとよれにくいです。すごいなんか喉おかしいの。最近いきなり秋になったけど、皆さん体調崩してませんか？秋って私的には一番過ごしやすい時期で大好きなんですけど、季節的にも本当に過ごしやすいし、ご飯も美味しいし、そして何よりねメイクが楽しい。夏メイクが結構爽やかな感じで、いつも私はオレンジとか使ってるんですけど、そこからの急激な秋でちょっとシックな色がね使いたくなったりするんですけど、なんか秋ってテンション上がるんだよな。皆さんお気づきになりましたでしょうか？私眉アートをしてきました。今までコメントで散々すっぴんやばーとか、女怖ーとか言われてたけど、眉毛あるだけですっぴん3割増しぐらいするイメージ。眉アートの動画も撮ってきたのでね、また今度出したいと思います。でベース塗ったら、次はコンシーラー。この間ゲットした RMK のルミナスペンプラッシュコンシーラー、全5色のうち今回は01番と04番を使います。こっちのピンクオレンジっぽいのが04番になっていて、これ SPF15 の PA2 プラス入ってます。で繰り出し式のペンタイプになってるから、めちゃくちゃ使いやすい。イブサンローランのこういうペンタイプのコンシーラーも人気ですよね。でこれを目の下のクマのところにこんな感じで入れていきます。
目頭のところちょっとつくかつかないくらいかのところまで塗って、そっから下に下ろして、私はくぼみタイプのクマなので、このくぼみに向けてこの感じで伸ばしていきます。でペンで塗ったらちょっと指でぼかす、この時伸ばすような感じじゃなくって上から押さえて塗った境界線をぼかす感じでつけていきます。コンシーラーって結局何度もなじましちゃうとその場じゃなくって周りにぼけちゃって、塗ったか塗ってないかちょっと分かんなくなっちゃって、結構何度も塗り直しちゃったりするので、そうすると厚ぼったくなっちゃうから、なるべくその場でポンポンポンってする。このコンシーラーめちゃくちゃ薄い感じに伸びるんですけど、パールが入ってるみたいですっごい綺麗なの。で頬の内側ちょっと明るく見せたいのでこんな感じで伸ばして、あと鼻横、ここが明るくなるとちょっとほうれい線が目立ちにくくなったりするのでここにも入れます。コンシーラー塗ったら次はこちら、パーフェクトダイアリーとサンリオのコラボのフェイスパウダーです。01番のシナモンロール、でこれ中国コスメらしいんですけど、今中国コスメといえばズーシーとかっていうねイメージが結構大きいんですけど、これ絶対ズーシーの次に流行るコスメです。アイシャドウとかもねめちゃくちゃ可愛いんですけど、このパウダーもねすっごい使いやすくて、でこれ蓋がついてるタイプで開けると網目状になっていて、細かい白いパウダーが入っています。毛穴とかをカバーしてくれてきめ細かい肌にしてくれます。でこれをまず私は目元から、で目元に塗るとき20代後半くらいから気になってくるんですけど、目の下のシワだったりファンデーションがね二重のところに埋まっちゃったりするじゃないですか。でパウダーつけるときは絶対にシワにファンデーションが埋まっている状態でパウダーを塗らないこと、なので必ずついてたらこんな感じで指でぼかしてからパウダーを塗るようにしてください。溝に溜まったままパウダーを塗ってしまうと余計シワが目立っちゃうので、絶対にそこは注意してパウダーを塗ります。全体パウダー塗ったらちょっとブラシを使って余計なパウダーを落とします。さっきのコンシーラーだけじゃクマ隠しきれなかったので、私の動画ではお決まりのこちら表参道限定のマックのアクセンチュエイトシェーピングパウダー、こちらを塗っていきます。でオンリーミネラルの平筆が一番フィットしやすいので、これで目の下のクマのところに入れています。ねえ本当にすごい、伝わるかなこの違い。違うの、やっぱり何度つけてもすごいよ、感動しちゃう。そしたら次はチーク、今回は秋メイクなんですけど、秋メイクっていろんなカラーがあって、ボルドー、テラコッタ、ブラウン、あとなんだそんな感じでさいっぱいあるじゃないですか。なので何色に仕上げようかなって思ったんですけど、チークこちらの2つを選んでみました。1つがセザンヌのナチュラルチーク N17 番、そしてもう1つがベアミネラルのバウンズ&ブラーブラッシュのブラードパフというカラーで、セザンヌが396円、これロフトの購入品でも紹介したんですけど、ちょっと秋メイク用で買いました。それと去年ゲットしたこっちは3850円ということでね、結構値段は違うんですけど、ベアミネラルの方はチークなんですけどちょっとムースっぽいテクスチャーっていうのかな、触るとねへこむ感じでもっちりとしてる感じのテクスチャーになっていて、パールが入っててでも肌をナチュラルに綺麗に見せてくれる感じ。こっちつけてみますね。こんな感じで指でつけるとより密着力が増すんですけど、指でつけるとねムラにはなりやすいかなと思うので、ちょっとブラシを使ってつけてみますね。で今回入れる位置チークなんですけど、可愛らしいっていうよりは少し大人っぽい感じに仕上げたいので、黒目の下ぐらいから外側に向けて三角になるように入れていきます。全然これだけでもね可愛いんですけど、ベアミネラルの方で少し密着力、土台のチークを作ってから上にバランス取りでセザンヌを入れます。でセザンヌブラシに取ってそのまま入れてもいいんですけど、手でワンバンして高めの位置外側、こめかみに向けるような感じで入れていきます。やっぱマスクするとね結構チーク取りやすいじゃないですか。かといって結構オイルが入った練りチークとか使ってしまうと絶対に折れてしまう、でもパウダーだと取れてしまうっていう方はその中間ぐらいのこういう少しふわっとして密着度の高いものを使うと取れにくいと思うのでおすすめです。そして次ハイライト、これまだ発売してないんですけど10月中旬に発売予定のキャンメイクから出る新しいハイライトを一足お先にねゲットしたのでちょっと紹介します。こちらキャンメイクのハイライター LO1 番、こちらはシャンパンゴールドというカラーで1つ605円です。セザンヌのめっちゃ人気のハイライトとかみたいな感じでギラッギラ系ではないけどすごいナチュラルに肌を綺麗に見せてくれる、ツヤっとさせてくれる感じで、私が持ってるシャンパンゴールドの方はちょっと白みがかった感じのハイライトで肌には密着してくれるんですけど少し取れやすいのかなと思うのでブラシで塗るよりは指で塗った方が結構映える感じです。目頭のところか鼻横伸びたところに入れて、そして鼻の付け根とそこからちょっと伸びたところに塗って鼻先にものせます。ブラシ使って頬の高いところをつけてみますね。あ、でもブラシでも全然つきますね。綺麗。
これもブラシにとってちょっと押し付けるような感じで肌に密着させるようにグリグリ塗らないと綺麗なツヤになりにくいのかな。でも綺麗ですね、しっかりとツヤっとしてます。そしたら唇がカサカサだから途中でバビメロのスイートプランパー唇塗ります。もうあと少ししかない。でもストック10本ぐらい買ったんですよ。そしたら次眉毛、アイブロウはバビメロのパーフェクトシェーディング&アイブロウ、これなんですけど、前は真ん中と一番明るい色を使ってたんですけど、一番明るい色だけ取って真ん中ら辺から外側に向けて塗っていきます。ですっぴんのレベルは上がったし、眉毛を描く時間もかなり時短になったんですけど、今までと同じ要領で眉毛描くとちょっと濃いかなっていう印象になるので、一番明るい色で形を作ってで様子を見ながら濃いめのカラーを足していきます。で真ん中のカラー取って眉尻で、その眉毛の動画別で撮ったんですけど、その動画で詳しく話しているんですが、私まだ1回しか行っていなくって、2回3回って施術重ねて、でしっかりと定着する。今見ると分かると思うんですけど、ここ間のとこが虫食いみたいになっててちょっと色入ってないんですよ。でこういうところとかを2回目3回目の施術で埋めていって、で最終的に仕上げるっていう感じです。でその埋まってないところを付け足すっていう感じかな。で眉頭の方が地毛が結構濃くなっちゃってきてるから、そこ染めないとなと最近思ってます。で地眉が濃いから眉マスカラつけます。キスミヘビーローテーションのカラーリングアイブロウマスカラの03番アッシュブラウン、この間のロフト購入品で紹介したんですけど、これ限定品でブラシのところがちっちゃくなってます。かわいい。アイブロウマスカラビフォーアフターこのような感じです。今こうやって見るとね、あんまり濃いっていう感じしないんですけど、前髪下ろすとなんか一気に濃く見えるんだよな。パジャマ可愛くない？キャスパーとジェラピケのコラボの、よく知らないくせに可愛いって思って買ったキャスパーで、アイブロウ続きでちょっとノーズシャドウ入れます。ちっちゃいブラシの先が丸っこくなってる方で一番明るいカラーを取って、この先 V の字ちょんちょんって入れていきます。でこれだけだと肉眼で見た時はそこまでなんですけど、動画撮ってたりとかすると結構目立つなって感じになるので、ここ入れて、鼻下も三角になるようにちょっと V の字でこんな感じで入れて、指で少しぼかしたらバビメロの 4-in-1 パレットの一番明るい色を取って、さっき塗ったところをぼかしていきます。で意外とねこれで見えなくなっちゃうんじゃないのって思うんですけど、見えるか見えないかぐらいがねちょうどいい印象なんですよね。でシェーディングも入れていきます。明るいところに色取って、もうフェイスラインのところにガーって入れる。でそっから上に向けて入れて、で首にもちょっと入れます。こないだ9月入ったと思ってラッドウィンプスのセプテンバーさんめっちゃ聞いてたんですけど、もう10月だよ、早くない？でも9月は私がねずっとしたかったお仕事ができたっていうのと、あとめちゃくちゃ大好きな三四郎の小宮さんに会えたっていうのが本当に嬉しくて、お仕事だったんですけど、アーカイブ残ってるかな、脱獄ごっこっていうゲームの生放送のねお仕事だったんですけど、 MC が三四郎さんで、私の隣の席小宮さんだったんですけど、もうめちゃくちゃ緊張しました。インスタに写真載せたらポンファミの子たちがミキポンよかったねとか親心な感じでね、みんな見守ってくれてて超嬉しかった、ありがとう。次は重要な目元で、今回冒頭でもね話したんですけど、目元重点課金ということでちょっとお高めのアイシャドウです。こちらディオールのサンククールクチュール689のニッツァです。8360円でした。でこれ色味めちゃくちゃ可愛くない？秋といったらこちらくらいの秋の醍醐味カラーをドーンと詰め込みましたっていうアイシャドウですよ。まずこちらの左上のカラーブラシに取って目尻に入れていきます。でこれは一年中使えそうな明るめのブラウン、これを目尻側から内側にぼかしていきます。こんな感じで全体入れたら、次に真ん中のボルドーカラー、こちらをブラシに取って目尻に入れて黒目ぐらいまでぼかします。この色がぐーんと秋っぽく見せてくれる感じ、かわいい。でこれは黒目のここぐらいまでぼかしたら上側にもぼかしていきます。2色入れるとこのような感じです。でこれだけだと結構濃い印象になっちゃうので、ここの明るめのカラーを指にとって目頭側から外側にぼかしていきます。でこのアイパレットすっごい明るいカラーがあるわけじゃないので、この感じだと少し濃いなって思ったら、さっき使ったキャンメイクのハイライト、これを指にとってで目頭側からさっきと同じようにねぼかしていきます。こうすると綺麗なグラデーションができるので、ハイライトとかはこういう使い方するのもおすすめ。この方法はねブラシ持ってない人とかでもめちゃくちゃおすすめです。で眉下のとこもねちょっとだけ入れます。ハイライト入れたグラデーションはこのような感じです。
で、私の場合は濃い色が目頭側に来てしまうとちょっと腫れぼったい印象になっちゃうので、黒目の上ぐらいまでハイライト入れると腫れぼったさが引く感じになるので、私みたいに少し腫れぼったく見えちゃうなっていう方はこの方法すっごいおすすめ。そしたら左上のカラーブラシに取って下まぶたの目尻に入れていきます。で、このカラーすっごい可愛くってナチュラルな垂れ目作ってくれるので、黒目の下ぐらいから目尻ちょっとね、まっすぐに、言ってないまっすぐに行くようにこんな感じで入れていきます。一番目を大きく見せるコツっていうのが、私の中では下まぶたの目尻の三角ホール、ここが重要かなと思うので、ここをしっかりとブラウンで染めていきます。ここに入れると目の幅が大きくなる、全然違いますね、ここは。そしたら次に右下の一番濃いカラーを先がピュッてなってる平筆に取って、細く黒目の上からぼかして目尻に入れていきます。で、目尻までぼかしたら目頭の方もぼかしていきます。で、いつもだと結構黒目の上山にしがちなんですけど、今回は目尻のところ、ここをね結構太めに入れます。ここを濃く入れると横幅が自然に盛れる気がする。そしたら次、パーフェクトシェーディング&アイブロウの細めのブラシと、あと真ん中のカラーを使って涙袋の影を入れていきます。いつもはがっつり涙袋を私入れてるんですが、今回はちょっと大人っぽくも見せたいので影を入れて、あとはアイメイク完成時にラメライナーでちょっとキラキラ見せてで華やかにする感じにします。涙袋の影こんな感じ。そしたら次ビューラー、リップスでもねレビューしたヒロインメイクのビューラーです。こちらファンの方にいただいてずっと使ってます。今まで使ってたビューラーってピューンだったりとかシューンって上がってくれる感じなんですけど、これはまつげが生えてるでしょ、こっからピューンっていくから最高なのよ。それでは上げていきます。最近はもっぱらこのビューラーでしっかりと根元から上げて、撮影の時だったらそれにプラスマスカラしっかり塗ってで、ホットビューラーで綺麗にやるって感じかな。ビューラービフォーアフターこんな感じです。昔はなぜかビューラーあんまりしたくなくって、ビヨンって上がってるまつげもねそこまで好きじゃなかったんですけど、最近はもっぱらギュイン派、可愛く見えるもん目が。ベースはヒロインメイクでアイライン描くわ。このインラインのところ私結構見えちゃうんですけど、ここは絶対にブラウンでここは隠さないと盛れない。一旦ブラウンでアイライン描いたら、さっきのアイシャドウの真ん中のカラーを使ってラインをぼかしていきます。やっぱりエッジが強くなりすぎちゃうときつい印象になっちゃうので、ただでさえボルドっぽい感じのアイシャドウって少しきつく見えがちなので、それにアイラインのカラーがねしっかりとくっきりなっちゃうと、あれこの人の顔ちょっときつめって思われちゃうから、しっかりとぼかして優しく見せていく。で、シャドウぼかしたらエティシェ何それ、エテュセアイエディションジェルライナーの01番バーガンディーブラウン、一つ1320円です。こちらは9月17日に発売したばかりの新作です。で、これ一回繰り出すと戻らないタイプで、めちゃくちゃ細いラインが描けて、しかもスルスルに描ける、キャンメイクの私がすごいお気に入りだったアイライナーぐらい描きやすいです。で、これ6色展開で今リムーバーつけてこすってるんですけど、結構落ちにくいのよ。目尻のとこだけにバーガンディーのラインを入れていきます。すっごいボッソボソになったんだけど、あれですね、ここを引っ張って描かないとうまくいかない。こっち側も引っ張って描いていきます。最初に垂れさせたところよりも少し上の位置に入れていきます。難しい、果たしてこれで本当にいい男に出会えるかな。そしたら次、さっき涙袋をしっかりと描かないって言ったんですけど、その代わりにラメをつけていきます。で、ラメ最近お気に入りがね3つあって、で、一つはズーシーのダイヤモンドシリーズ星空リキッドアイシャドウの06番のパンドラで、もう一つはシピシピのグリッターイルミネーションライナー、これが私は最近一番使ってるかな、使いやすい。で、もう一つはイニスフリーのトゥインクルグリッターのシルバーのやつですね。これもねすっごい可愛くて、でもちょっとねブラシが少しだけ太いかなという感じで、でもすっごい使いやすくて、ラメをなじませすぎず少しゴロッとさせたい時とかに使うと可愛い。じゃ、今回はイニスフリーの方を目の下に入れていきます。で、目の下の入れ方も線上にバーって置くのじゃなくって、ちょんちょんちょんっていう感じで 0.5 ミリぐらい離しつつ入れていく。線でバーって描いちゃうとちょっとやりすぎた感じがあるけど、 0.5 ミリぐらい離して描くとしつこすぎないキラキラ感が生まれるんですよ。目の下のラメビフォーアフターはこのような感じです。で、反対側にもちょんちょんちょんって入れる。
で、入れる場所はまつげの生え際のところに入れるのがポイントです。そしたら次、シピシピのグリッターを黒目の上にちょんちょんとのしたら指でぼかしていきます。で、このシピシピのこれとね、アイシャドウを使ったメイクとかは公式 LINE のタイムライン限定の動画であげました。そのメイクもすっごいお気に入りだからチェックしてみてください。これつけて美容院に行った時、鏡越しでもしっかりキラキラが分かってめちゃくちゃ可愛かった、お気に入り。そしたら次、マスカラ塗っていきます。こちらも動画で紹介したんですけど、ズーシーのアリスシリーズカラーマスカラ03番のバーガンディ。このマスカラお湯では落ちないんですけど、カール力とキープ力が今まで使った中で一番なんじゃないかっていうぐらいすっごいまつげが綺麗に上がる。で、赤のマスカラも可愛いんですけど、私的にはこれだと抜け感が強くて目力がちょっと薄くなっちゃうっていう印象なので、私はこれを塗った後に黒いマスカラで根元を染めていきます。で、これ繊維も入ってるけど全くダマにならずに一本一本ね綺麗に上げてくれるんですよ。ほんとこのマスカラの上がり具合がすごい好きです。マスカラでこんな綺麗に上がってくれるものって私今までに出会ったことないかも。で、下まつげも塗っていきます。はい、ズーシーのマスカラだけだとこんな感じ。アイシャドウとマッチして合うと思うんですけど、私は根元をパーフェクトエクステンションマスカラ、このね、Dアップのお気に入りのマスカラで染めていきます。毛先はこの色で抜け感あっていいんですけど、根元はやっぱ黒の方がね、根元の印象がねしっかりとはっきりするのでそっちの方が好き。カラーマスカラとかブラウンマスカラ使う時もそうなんですけど、私根元は絶対に黒マスカラじゃないと嫌で印象がボケてしまうんですよね。で、マスカラしっかりした最後はリップ。こちらのリカフロッシュのジューシーリブティント01番オランジェット。オランジェットなのにオランジェッタとかね、自信満々に前言ってたんですけど、オランジェットですね。で、これ色がこんな感じでオレンジブラウン。ブラウンのリップ今まで苦手だなって思ってたんですけど、このブラウンすっごい使いやすい。で、これは色も可愛いし落ちにくいって感じですね。で、最近発売されたライキーの203番アースブラウンっていうカラー、これも結構深みのあるブラウンで可愛いです。でも今回はマスクメイクということで、ちょっとこちらのリカフロッシュを使っていきます。まず内側に1回こんな感じで塗ります。で、塗ったらでして少し周りに広めていく感じで、私は定着力高めるために一回このまま置いてしばらく待って、でティッシュで一度全撮りします。で、ティッシュで全撮りしてもこんなに色が残ってくれるんですよ。すごいのこのリップ、本当にしっかり定着してくれて可愛いから。で、もう一回塗って、で、唇合わせてこんな感じで定着させたら、唇の山のところここに塗りたいんですけど、このまま塗っちゃうと結構ベタ塗りになっちゃうので、入り口のところかティッシュを使ってアプリケーターについてあるやつを少し取って、で、ここの山を描いていきます。で、ここの山は少し最近幅広めに描いてます。その方が人中短く見えるし唇の印象がねしっかりとつくので可愛い。はい、リップこんな感じです。で、結局マスクしちゃうんですけど、プラスで保湿したいなっていう時とかは上からラビメロのスイートプランパーをつけます。なさすぎるから新しいの開けようかなって思うんですけど、逆さまにして出てくるのを待つ。前髪作ったところで気づいたんですけど、目元と口元合わせてみるとちょっとだけ赤みが足りないかなって唇に思ったので、リカフロッシュのジューシーリブティント04番のクランベリーを少しだけ中央に入れてグラデーションを作ります。で、口裏合わせちゃうとちょっと広がりすぎちゃうので、いいかエアで伸ばしシュッ、赤足された。はい、ということでこれでメイクの完成でーす。今回は出会いを本気でものにする秋メイクやってみたんですけど、私的には少しだけ気が強い大人の女性を意識したメイクになったかなと思います。で、いつもはチーク、リップ、アイメイクがっつりやっちゃうんですけど、今回はチーク少し抜け感を作って色を薄めにしてリップとアイメイクを濃く仕上げました。で、髪の毛男性の方ゆる巻きウェーブ好きじゃないですか。なのでゆるくウェーブ作って、で、耳横は少しだけボリューム出るような巻き方をしました。で、服は黒で一見きついかなって感じなんですけど、シルエットがふんわりとした感じのシルエットを選びました。はい、という感じで今回はブラウンとボルドー系を使った出会いを本気でものにする秋メイクやってみました。この動画を楽しんでくれた方、秋メイク楽しいよねっていう方は高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。そして Twitter、Instagram、ミキポンの自由帳リップス、ラジオもやってるのでぜひそちらもチェックしてみてください。で、今日着ている服はスナイデルのワンピースです。これトップスじゃなくてね、ワンピース引き出した時ぐらいのニットワンピと、あとこの透け感もあるビスチェの長いワンピースバージョンみたいなやつがセットになってます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。川西美希でした。バイバイ。